さあ、これからですね、石川県は能登鉄道、七尾線能登鉄道に、乗って、旅をしていきたいと思います。はい、ちょうど電車がやってまいりました。到着しました。こちらが西岸駅ですね。本当の意味で自然を感じられる、そんな駅になってますね。本当ね、能登鉄道の沿線の駅、本当に、どこかの夏休みに飛び込んだような、少年時代に戻ったような、体験ができる、本当にね、都会暮らしを忘れられるような旅を感じられるんじゃないかと思います。ね、帰りたくなくなります。かね。帰ってきました。私はね、これから石川県の湯涌の方にね、泊まりたいと思います。温泉に入ってビールでも飲んで寝ましょうかね。はい、また見てね。